の私映ってますか？映ってますね、はい、映ってますね。5、4、3ぐらいですか？あ、こっちね。もう来ちゃってんじゃないの？あ、こっちか。いつもから見ないでやつだから。松代テレビ の祇園ライブですね、第3部になります。はい。宮本さん、ちょっと休憩でございまして。おー、ずるいな、あの人。名カメラマン、広志。おお、広志さん。何屋さんか知ってるでしょ。知っております。知ってます、はい、はい、以前行かせていただきましたよ、はい、おうどん、ね、これ、アップ、アップいる？あ、ここに書いてあるんですか。そう、これ、これ、うちはこれ、うちのうち、いかりうどん、めんみくら。あれ、カメラどこ？あ、こっちか。さすが。あ、そっちですね。はい、小松さん、自分のうちの CM をね、まずしてね、冒頭にいる、当たり前でございますよ。う、普通はほら、夜、うん、やる日なんだけど、はい、祇園のために祇園のために今日お休みして盛り上げにやってまいりました。ね、これいい内輪でしょ。いい内輪でございます。あんたいいセンスしてくれて内輪だっつってる。あら、まあ一本取られましたね。ため息が出ちゃった、素晴らしいですね。祇園といえば、祇園といえば北村さんのさ、はい、得意な祇園、携帯電話のあのバイブのやつ、はい、祇園、うーんってやつ。そうだよ。え、まん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 それで、あれですか、です、何見たんですか、俺のブログって。ブログで見たんじゃないですか。ええ、ブログで、まあ、携帯音を文字にしただけですけどね。それが、ひろし君にしたら、うん、わー、面白いすごいまんまんですか。今、やらせたわけですよ。あ、祇園ってその祇園ですね。なんだ俺、お祭りの祇園かと思いましたよ。それとかけてね、うん、そう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 、言ったわけで。嫌いな祇園。いや、うますぎるでしょ。うますぎるでしょ。カエル、カエル、すごいです。長野はね、カエルがたくさん出て、ね、ブログ見てらっしゃいますね。ありがとうございます。私たちのブログをありがとうございます。ありがとうございます。はい、あれですよね、なぜ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 、虎徹の二人がここにいるかと。はい、ね、ここ長野県に住んでいるかと。そうです。ということで、なんかちょっと少し時間をいただけるということで、はい、今日はマネージャーの前田さんも前田も出しますか。前田も出しますか。NG ですか。一応サラリーマンですからね、あんま顔出して NG らしいんですけれども、はい、サラリーマンですからね、芸人じゃないですか。はい、じゃあこの後時間を自由に使っていいってことですか。お使いいただいて、はい、10分ぐらい。日本全国に芸人さんみんな、そうなんですよ、そうでございます。なんで、なんで長野なの、はいはい、僕たちが来たのかとかいうこと。その辺をスキー、スケートの有名なとこで滑って大丈夫な人をよこして。いやー、もうどこでも滑っちゃダメだよ。もう一本取られちゃいましたね、本当に。スキー、そういうわけで、はい、メンミクラの提供でお送りしました。はいはい、ということでね、ちょっとお時間いただきましたけども、なんて言ったの今。メンミクラの提供でご紹介させていただきましたと。ありがとうございます。後で聞いてくださいということでね、本当に。はい、カメラじゃあこっちですか、どっちでやってるんですかね。こちらでございますね、今こちらでございますね。ということで、少しお時間いただきまして、はい、簡単に自己紹介なんかしていかないといけないわけですけども、ね、はい、今日は真っ白テレビお邪魔させていただいております、虎徹と申します。よろしくお願いします。よろしければね、はい、個人名まで覚えていただければと思いますけれども、ね、覚えていただきたい。私が河合で、はい、こちらの豚みたいな顔したのが豚村と申しますね。どうも、皆さん豚村と、ね、北村でございます。覚えていってください。北村でございます、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。ということでね、私たち今長野県で活動させていただいているわけですけども、はいはい、私たち所属は吉本興業でございます。そうですね、はい、吉本興業がですね、今年、うん、創立100周年ということで、はい、ちょっとなんかでかいことやろうぜということで、なるほど、企画しましたのが、うん、あなたの街に住みますプロジェクトという、はい、実際にですね、各47都道府県に芸人を1組、はい、そして担当社員を1人置いて、その地域に実際に住み、地域を盛り上げ、うん、そして日本全体盛り上げちゃおうぜという、そうです、そういう企画でございますね。その企画がございまして、この大自然豊かな、過ごしやすい長野県の代表になりましたのが、私たち虎徹でございます。よろしくお願いいたします。実際にね、長野県に住んで頑張っていますので、皆さんよろしくお願いします。住み始めてちょうど1ヶ月半ぐらい経ちますね。どうですか、長野の暮らしは。暮らしは最高ですの。河合さんはだから生まれが長野県の松本。
松本市の畑っていうところなんですけどね、はい、皆さんご存知ですかね、畑、スイカの名産地でございますけど、でございます。そこでね、高校まで行って、はい、で大学は上田に行きまして、はい、そこからまあ東京に行きまして戻ってきたわけですね、はい、戻ってきたわけですよ。どうですか、何年ぶりかに戻ってきた、長野は、長野、やっぱりね、素晴らしい気候がね、いい、夏暑くないですね、あまりね。そうでございます。昼間確かに暑いですよ、カンカン照りで暑いんですけれどもね、夜はね、涼しくなって寝やすくなるんですよね。寝やすいですね。私ですね、あとね、東京にいた時よりね、長野に住み始めてから7キロ太りました、ね、そんなに太っちゃいましたか。何しろ食べ物も美味しいんですよね。美味しい、高原野菜なんかも美味しいです。美味しい、レタスなんかしゃぶしゃぶでね、食べても美味しいんですよね。食べましたね。あれがまた美味しいんですよ。最高でございます。これでね、くっちゃねくっちゃねしてたらですね夜寝れますからね、たくさん。だいぶ寝れますから、夜。7キロ太りまして、7キロも太っちゃって、あとね、星が綺麗、星が綺麗でございますよ。星が綺麗でございますね。何ですか、天の川っていうのは見えるんですか。もう天の川ですか。天の川、まあ7月7日が七夕でしたけども。あ、そうですね、はい。旧暦でやるんですよね、長野県。長野のお祭り、七夕祭りは旧暦でやるので、7月後半から8月やるそうですけれども、よく星が見えるでしょうね。星見えますよ。標高が高いですから。七夕といえば1年に1度ね、織姫様、彦星様がね、1年に1回だけ会えるという、はいはいはい、素晴らしい日ですけどもね、その日は織姫様、彦星様、何をするか分かりませんけども、1年間の話をするんですかね。そうでしょうね。河合さんもね、もしね、そんな1年に1回しか会えない彼女がいたら、どうしますか、本当。もうね、別れ話しますね。なんでだよ、1年に1回しか会えないならもういいでしょう。あなた川向こうで見つけてくださいと。私川こっちで見つけますからと。いやいやいや、せっかく1年に1度しか会えないのに、そこでもういいだろうと。もういいよ。別れ話をしちゃうと。もういいでしょ、連絡も取れないわけですから。1年に1回って言われて、いや、もうそんな悲しい七夕ですね、それは。川向こう、川こっちでそれぞれ見つけましょうよ、いい人。確かに、そうでしょ、この時代に1年に1回しか会えないんですから、そうなりなっちゃいますよね。そうなりますよ。大変ですけどもね。星も綺麗なんですけれども、素晴らしいです。私たちね、びっくりすることにですね、はい、長野県のですね、はい、信州観光宣伝部長というのにね、県知事からね、任されたわけでございますね。これは素晴らしいです。先ほどからね、川合さんたくさん長野ね褒めてました、僕もたくさん褒めてたくさんございます、ね、観光、信州観光宣伝部長、県の方から選ばれまして、先日安倍知事からもね、委任状を渡されたり、長野県の名刺まで作っていただきまして。そうなんですね、長野盛り上げなきゃいけないわけでございますけども ね、僕らがね、長野県の情報を、県外に発信しなきゃいけないと、はい、ですから僕らも長野県のことをね、いろいろ勉強しなきゃいけない、勉強しなきゃいけないわけでございますよ、本当に。勉強といってもどうやって勉強したらいいかもね、ちょっと苦手なんで、勉強の方苦手ですか。そうでございますよ、北村さん、はい、楽しく長野県の名産名物名所を覚えられるね、僕物を見つけたんですよね。おお、何ですかそれ。僕ね、たまたま本屋に行ったんですよ、はいはい、本屋に行ったらですね、信州カルタっていうのを見つけまして、私。そういうのありました。信州カルタって、皆さん信州カルタご存知ですか。皆さん知らないですかね。多分そんなメジャーではないんでしょうね。おーほーほー。信州カルタっていうのはですね、はいはい、あからまあ当然ありまして、ぐわーっとね、はい、信州の名産名物名所がね、これ一回でわかるんですね。あー、カルタを覚えることによって長野県のね、名産名物名所が覚えられると。カルタ全部覚えてもらえば、カルタ全部覚えれば、素晴らしいのが全て凝縮されてると。そうなんでございますね。ほーほーほー。私ね、早速覚えましてね、この信州カルタ。もう覚えたんですか。覚えました、私。信州カルタ、覚えました覚えました。すごいですね、はい、じゃ、長野の方はご存知かもしれないですけども、長野の素晴らしいとこ、あから聞いていけば出てくるということですね、出てきますよ。お願いします、信州カルタの、あ、安曇野は水とわさびと道祖神。ほー、これね、いいんですよ、拍手していいんですよ、いいんですよ。静かにしなくちゃいけないというわけではないんですよ。どんどん参加してくださいね。いいですか、黙って聞かなくちゃいけないということじゃないんです、皆さん。黙って聞いたら俺らのテンションがどんどん下がるだけですから、ね、下がるだけですから。参加してくださいね、皆さんね。ワイワイとやってくれればね、私たちもワイワイとやりますから。これね、安曇野はね、水が綺麗でね、水が綺麗、わさびもね、すごく育つんですよ。素晴らしい。大王わさび農場なんかありまして、ありまして、わさびね、今ね、そうなんです、ドラマの朝の連続ドラマの舞台にもなってますからね、素晴らしいところでございますけども、お日様ですかね。お日様で、それなんですよね。信州カルタのいい山は菜の花仏壇和紙の町って、これね、ありがとうございます。
菜の花はね、野沢菜の原料ですからね。そうでございます。そうなんです。同じ油中ですからね。そうなんですよ。野沢菜にも菜の花が咲くという、はい、そうなんです。仏壇も古くから作ってると。あ、そうなんですね。そういうらしい。どんどん出てくるね。どんどん出てきますね。信州カルタのう、うっ、うん、どうしました。次1個飛ばします。信州カルタのえ、次新宿カルダのお思い出せない。かなり思い出せない。帰れ、もうダメだよ。何が覚えただバカ野郎。あといいを覚えましたんでね。あといいだけじゃねえか。あといいを覚えて次また覚えていきたいと思いますから。よろしくお願いいたします。はい、こうやってね、長野の勉強して、こうもう日本中、そして世界発信していかなきゃいけないわけですけどもね。そうなんです。あ、この言ったらね、この松代テレビ、え、ま、新州カルタのま、ま、ま、全く思い出せない。松代使って即興でも何でもやりなさいよ、本当に。松代はみたいなね。松代は、あ、じゃあ北村さん、ま、あ、はい、松代は長芋あんず祇園祭。おー大丈夫ですか。こんな感じ。何言われても全部松代のことで返すけど、例えばいいとか言われても全部松代のことで返す。返せますか。お、はい、大丈夫ですか。じゃあ50を誰か一つだけ言ってください。え、う、う、うで作ってください。 うで、うどん、ね、あのほら、うちはうちは、早く、うちはうちはどこ行った。あのうちはどこ行った。あ、これだこれだ。うどんといえば、いかりうどん、めんみくら。最高。ひろしくんのお店でございましてですね、あれは、うで、うどんのうで、CM させようと。このまま行くと、松代カルタになっちゃいますから、ね。ああ、松代カルタになっちゃうね。松代カルタも作りたいですね、いや、そうですね、松代カルタもどうですか、作ったら。そうでございます。宮本太さんがもう作っちゃえばいいんですよ、作ってね、松代カルタ売り出して儲けたらいいじゃないですか。はい、そうですよ、売り出せば儲かりますから。はい。けどまあね、僕らも信州観光青年部長ですからね、はい、長野の情報を発信しなきゃいけないわけですけども、ほっ、あ、ほっ、まあ次やれと、まだ、あ、なるほど、ほっ、ほでございます、ほっ、ほいさっさ、松代のお猿さんのキャラクター。ジャマリ、ジャマリでございます。ほいさっさっているんですよね。ほいさとさっさっていうね、キャラクターがありますよね。キャラがいるんですか、松代に。松代にね、そのエッサホイサか。エッサホイサ。なんかこう、なんですか、おかご、お猿のおかご。今後ろにポスターございますけど、後で見てください。後で見ましょう。はい、ね、ありがとうございます。もうそろそろね、縁も竹縄でしょうかね。ありがとうございます。まあ僕らとにかく信州観光宣伝部長ということで、中野の情報を発信しなきゃいけないわけですけどもね。うん、そうですね。僕らも夜ユーストリーム10時から11時やってるわけですけども。そうなんですけれども、はい、そちらもぜひ見ていただきたいんですけども。ぜひね。松代テレビ局。インターネット松代テレビ局もユーストリーム配信してるということで、こちらも世界に向けて発信してる。そうですね、松代テレビ、こちらの皆さんはね、今生視聴者何人いるんでしょうか。何人います今。生視聴者数っていうのが出るんですよね、ユーストリーム配信には。その視聴者数、今まさに松代のこの、インターネットテレビっていうんですか、今まさに僕らが何人の方に生で見られているか、ユーストリームですから後に残りますからね。そうですね、アーカイブして見ることはできるんですけども、これに今1ってことはここのパソコンじゃないですか。いや、よかった北村さん、このネタ使い回しできます。一人しか見てなかったら大丈夫です。いやいや、アーカイブで残ってますからね。そうですか、すいません。これね、世界に発信する真っ白テレビ局、はい、うん、もっともっと大きくなってね、僕らと一緒に大きくなりたいですね。そうですね、頑張っていきましょう、みんなで頑張りましょう。はい、はい、ありがとうございます。盛り上げていきます。お手伝いして、ありがとうございます。ありがとうございます。いやいや、ミノモンタさん、ミノモンタさん、いやいや、あの、ミノモンタ先輩、東京の大先輩、はい、ミヤモンタさん、ミヤモンタさん、ありがとうございます。あの、小鉄の二人も、はい、いえ、テレビ出るという意識が、うん、意識、あ、今ちょっと今意識して、今こっち、今これですね、これですね、あ、どれですか、あの、噛むんですね、二人もね、え、噛むんですね、噛んでました、僕ら、そう、
ハムとかね、私数えてあ、噛んだ、噛んだ、噛んだとか嫌なとこ数えてる、嫌なとこ数えてんな、えぇ聞いてなかった聞いてなかったんかいつも、いつも、いつも噛んだとこ聞いてました、どっちがたくさん噛んでました、うん、来た、この人はそれ俺噛んでたマジか、くそ変なとこばっか数えやがって やっぱり見てないですよ私だいぶ噛みましたから、あのね、河合さんもね、さっき噛んだね噛みますよ、私よく噛むんですよ普段噛むのは河合さんですから、はいはい、僕ら夕方ゲットっていう番組出てるんですけど、はい、出させていただいてるんですけどね、はい、台本をね、うん、ちゃんと読めたことがないというすごい伝説を持ってますからなんだろう、社員がよく来る食堂とかね生徒がよく来る食堂っていうのをね言えなかったんですよ生徒がよく来る食堂って言うだけなのにせっ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 食堂って言ったんです全然言えなかったここでね、私が来たのはね、うんはいみんなで撮りたいと何を撮りたい？映りたい。おお、ぜひ映ってください。ああ、映りましょう。見てますよ。お前だけ映んなよって感じだよ。視線を感じるぞ。じゃあ逆に俺らが行っちゃいますか、あっちに。あ、行っちゃいますか。行っちゃえばいいんじゃないですか。それじゃカメラ持ってきますから絶対。片桐さん。ん？片桐さん。照明なんか気にしない。行っちゃい。行っちゃいますか、これ。いいですか。行っちゃえばいい。どういうあれ？行っちゃえば追ってきます。行っちゃえば追ってきますから。行って追ってきますから絶対。片桐さん、行きます。絶対追ってきますから。大丈夫。カメラってついてくるんですか。大丈夫ですよ。演者が動きはついてきますから。じゃあ、行きますよさあ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 こんにちは、こんにちは河合さん、河合さん、はいはいはいあ、マイクがそんなに伸びないんですね、行こうと、はいはい、行こうと思ったけどもじゃあ、こちらで河合さん、河合さん、こちらで、こちらではいはいよく行ってみて全員で映るっていうのはあれですか、ありですよさあさあ、動いてきました、ここ見てくださってここは、何ですか、インターネット松代テレビ局で、何でしたっけ、何ていう場所でしたっけ元なんとか、なんとかって書いてある、なんかでしたっけ元セブンイレブンです、ね、元セブンイレブン、ぜひ来ていただきたいまあ視聴者が1ですからね来るにも来ないかもしれませんけどもこの後どうしたらいいんですか、これはちょっとどういうわけなんですかいいんですみんなにインタビューするとこの流れでわかるでしょ、なんとなくしか言ってないんですよ、本当にみんなにインタビューいいんですよそれかね、ここになんか当選鏡がありますんでね、その辺をやってみたりとか。当選鏡も宣伝しとくれや。ねえ。ここね、ここ今、元セブンイレブンのインターネット松代テレビ局ですけども、当選鏡もございますのでね、ぜひ皆さんも遊びに来て、あっ、お子さんたちもいらっしゃいましたね、お子さんたちも。言ってください、河合さんにあの持ち方を教えてください、センスの。あ、いいいい、ちょっとみんなで記念写真じゃないですか。そうそうそう、記念写真うん、生放送中に記念写真、いいんです。自由な番組でございます。はい、はいはい。
マイクの試験中です。OK ですか？マイク、マイク、マイク。このままですか？マイク、何番かよくわかんないんだけど。何番でしょう？何番でしょう？よくわかんないです。4番ですか？あ、4番、はい。これが何番ですか？これ二本松さんの番。1番、はい。はい、これです、これです、はい、2番、あ、ここだ、じゃあこれが3番になりますかな、これマイク良かったでしたっけ、あ、あ、あれでもこれ声出てないよ、ここから、ここから声が出てない、あ、あ、あ、こっちの方がいいな、あれでもこれ声聞こえないもんね、あれなんで出てくるんだよ、これはどこに出力されてますか、これはここに出力されてるんだけどな、はずなんだけどな、音聞こえない、ああ、あ、いいですね、これでね、ゲームちょっと折ってました、でこっちのレベルはどうですか、こっちのレベルはどんな具合ですか、行き過ぎだから、歌手の人は大体このくらいで歌うから、マイクの位置このくらい下げた方がいいですか、 でもこれ下げちゃうと今度はここから声聞こえないんだよね、いいか、いいか、いいよね、うん、連動しちゃってるから本当はここから拾えばよかったんだけど、拾えないから、いや、シロー線、いいよね、いや、え、もういいんですか、はい、あ、こっち、こっち、こっち行きましょう、松代テレビの生放送、インターネットテレビの 松代テレビがお送りします、祇園のライブでございますが、第何分になるんですかねあ、3終わってないかや、まだ3かや、ね、毎週やってますしゃべくり松代の、ここの奇跡があります、終わった後に、皆さんにサインをしてもらっておりますけれども、ここにこんなにたくさんね、出来上がりました、そして、これはにわかに作りましたあのスタジオのバッグでございますけれども、芸術作品ね、すごいでしょ、先ほどあの八代線の歌を歌っていただきましたが、作詞者の塚田先生ちょっと所要であの変えられてしまいましたもんですから、ご紹介ができなかったんですが、先日お伺いしたところによりますと、作られたきっかけはというふうにお話を聞きました、とにかく
残してほしいとその一心だということで、うわ明るいスポットライト残ってもらいたいというただその一心だけで作りましたということでね、富田さんが心を込めて、先ほど歌を歌いました。で今度ははい、あこれこっちはダメだなこれ。今度東京キットはい、はい、よろしいですよ。はい、というわけで、お願いをいたします。すいません、はい、それでは東京キットお聴きください。歌も楽しいや東京キッド生きれおしゃれでほがらかで右のポッケにゃ夢がある、左のポッケにゃチューインガム、空を見たけりゃビルの屋根潜りたくなりゃマンホール、歌も楽しいや東京キッド、泣くも笑うものんびりと、金は少しもなくてもフランス香水チョコレート、空を見たけりゃビルの屋根潜りたくなりゃマンホール。歌も楽しいや東京キッド、腕も自慢で喉自慢、いつもスイングジャズの歌踊る踊るジタンバグ、空を見たけりゃビルの屋根潜りたくなりゃマンホール。ありがとうございました。今度フラスさん、フラスさん、フラスさん何の歌？俺の出番。俺の出番はきっと来る。いよいよ出番です。いよいよ出番です。ね、フラスさんのあの MD の1番。はい、少々お待ちください。暑いねこれね、すごいねライトね。はい、フラスさんこっち。はい。はい、ハハハハ。
古橋さんはいつ頃ぐらいから歌手活動は？平成19年。平成19年。はい。のデビュー、9月のデビューなんで。はい。平成19年っていうと4年？そうです。4年になりますね。4年ですか。ああ、なるほど。はい。はい、また4周年の時にはぜひまたここで出していただければと。そうですね。ここはあれですよね。スタジオがこういうふうにずっと作られていると僕はいいですけどね。そうですね。まあずっとここで。ここは祇園のためにちょっとね、特設スタジオでありましてね。一気に観客増えました。あ、増えました。宮坂さん、ご苦労様です。ありがとうございます。若い方ね。あ、そう、若い方ね。はい。若い方。平均年齢下がったそうです。ずっとね、すごいと下がりました。MD がね、なかなかね、なんかお腹が空いてると見えて、MD みんな吸い込んじゃってるんですが。昨日まではリハーサル良かったんですけどね。暑さのせいでね。こんなにね、いらっしゃいませ。熱気があるもんですから、いらっしゃいませ。古畑でございます。どうぞよろしくお願いします。ようこそお越しいただきましてありがとうございます。ただいまから古畑健二の第3部のショーが始まります。ぜひ、楽しんでってください。ありがとうございます。はい、じゃあ歌わせていただきます。こんなご時世世の中だから本気でかからにゃ怪我をする。祭りが悪いと唱えても誰が己を助けるか。やるぞ誠を貫けば俺への出番はきっと来る。七つ転んだしくじりなんぞ八つで起きればそれでいい。女に情けは後回し、ここが一番勝負だぜ。行くぜ誠の道行けば俺への出番はきっと来る。生まれ
かれそうだった俺だ。はんぱにゃが負けない鉄の意地、他人に責任押し付ける、そんな己の恥を知れ。やるぞ誠の道行けば、俺の出番はきっと来る。ありがとうございました。すごいですね、さすがね、さすがすごいね、健藤さん。司会者がいいと歌いやすかったです。ありがとうございました。司会者、先ほどの司会者が良かったからね、はい、素晴らしいね。二本松さん、ある人ね、知ってますか、あの名カメラマンですよ、はい、よくご存知です。名カメラマン、名カメラマンってね、あの普通ね、名カメラマンって言うだろう、名人って言うんだよね、はい、あの方ね、先ほどのなんかあのパンフレットに目って迷って書いてありましたね。あれ、ミスプリント。ミスプリントじゃないんですね。あれがね、本物なんです。本物なんですか。うどん作りだから ね、カメラで、ね、迷ってるんですね。ぜひ、カメラマン、ぜひまたそのうどんの方も。そうですね。大根のおしぼりかなんかでまたいただきたいと思いますんで。そうですね。じゃあ、おしぼりをね、いただくということで。はい、ありがとうございました。ゲートさん、はい、今日は仕事を半日休んできてくれた。もうたまたま半日で仕事今日終わったもんで、はい、仕事なかったの？ちょっとまたよろしくお願いします、お仕事の方。わかりました。あと仕事、じゃあ健藤さんの仕事ってあるでしょ、はい、大工さんなんだね。おかげさまで。大工さん、大工さん午後仕事休んできたんでしょ。松代のね、町は職人さんが大変多い町で、ちょっと職人というほどの職人ではないんですけども、またよろしくお願いしておきます。1曲目ね、はい、俺の出番はきっと来るということで、はい、2曲目行ってみますか。あ、2曲目行きますかね。よろしいでしょうか。何行きますか、2曲目は。何にしましょう。はい、浅間の佐太郎。じゃあ浅間の佐太郎、浅間の佐太郎ね。はい、じゃあ浅間の佐太郎、よろしくお願いします。デビュー曲浅間の佐太郎を聴いてください。流れる雲を追いかけりゃ、風がこの身を責め立てる。破れがパンも早五年、誰がつけたか浅間の佐太郎。ダメよダメダメ、生まれ在所の地位は高い。気の向くままの中仙道、
国に土産の夢ひとつ泣いてすがったあの娘今は幸せつかんでいるかダメよダメダメ今のおいらはやんちゃの暮らしありがとうございました。
はい、KのKのまだKの行きますか、2人行きますか、うん、浜辺の歌、じゃあ、あ、それでいいんだ、それでいいんだ。あ、いいやな。はい、何やるか。こんにちは。C でいい？そうですね、C ですね。あのチクタクチクタクやるからね。じゃあ一回終わったらいい。そうそうそう。で見てください、こっちに。はい、はい、あ、シーンがね、いや、あるんですよ、ちょっと。はい。
ゆたいもくやいや、入ってくる前奏やって、一回終わったらチクタク、はい、で、チクタク入って、部屋の方で見て、で、あそうで、で、1回やって、2回目行くときにチクタクやって、それで最後1回、あそうね、で、俺高いやつをしますよ、入れて高いやつ、じゃあ1回行ってきたら高いやつ、うん、で、高いやつ終わったら、うん、まあ1回やったらチクタク、じゃあ高いやつやめ、うん、ね、1回行ってきたらチクタク入れる、うん、それでもう1回、じゃあ高いやつ黒だね、はい、じゃあ前奏やって、はい、はい、お待たせしました、待ってねえか山岸実と宮門太郎、ハモリカとケイナのコラボレーションということでね、私たちね、最近ね、老人ホームと、なんだっけな、デイケアセンター2人で行ってるんですよ、で1ヶ月に2回ぐらいね、デイケアセンター行ってるんですが、こんな若い人の前で吹くのね、初めてですね、はい、緊張してますね、緊張しちゃって、ね、声がちょっとね、上ずっちゃったですね、緊張して、いや、こんなにね、若い人の前で吹くの初めてですよね、いや、なんか手が震えそうですね、はい、ということで、じゃあまず一曲ね、はい、大きな古時計、はい、行きましょう、はい、行きます。いいですかね、ゴンドラの歌などを、これはちょっと練習中で、ね、練習中でちょっと間違えるんですかね。
山口さんはまあねベテランなんですけど、はい。夏の思い出を言ってみますかね。いいですか。G ですね。はい。行きますか。はい。Thank you.
幸せ番じゃなくてすいませんでした、はいはい小柳さん行ってみますか、まだですね、はい、じゃあ式の歌、はい、式の歌は A マイナー、はい、何があと何が行ってみますか、まずですね、はい、あ、来ましたね、はい、行ってみますか、じゃあ、いいですね、仁本さん、じゃあ行ってみたいと思います、榊原舞さんね、行ってみましょう、素晴らしいですね、素晴らしいコスチュームだよ。それでは榊原舞さん、ちょっと おみこし、あ、おみこし行ってみますかね、あ、行けます、何をするんですか、何をしますか、はい、あ、藤井さん、